前回、昨日ね、ファイターズファーストステージを、2試合やって、結果的にはね、2連勝を達成して、もう早いもので、我々がね、日本シリーズへの王手を、掴んだというような、結果になってます。で、今日に関しては、まあね、サクッと1勝しちゃってね、うん、サクッと1勝して、クライマックスシリーズ、いや、日本シリーズか、日本シリーズね、進出を、決められればなと、思ってます。はい。不調や、まあ、不調やぎでもいいのかな。いや、でも、スターターぐらいなら、まさし絶好調の方がいいな、絶対。ちょっと疲労溜まってる状態だとね、初めて先発させるから、これがどう転ぶかわからないけど、まあ、いい方にね、転がっていくように、願ってます。他人事ですけど、はい、いい方に転ぶように願ってます。ノーアウトランナー、二塁一塁。ビシエドじゃなかったらバントなんだけどな。まあ、ビシエドバントでもいいけど、まあまあ、とりあえずまだ、回も浅いしな。1点取りに行かない方がいい。それでいい、それでいい、それでいい。十分、十分。いいね。テストか。いいね。阪神山田テスト対ヤクルト西勇輝。いい対決やね。これ素晴らしいよ。なんかしてきたな、高津監督が。いや、でも変えなくていいかな。オッケーオッケー。頑張れ、テスト。テスト行こう。いいね。いいんじゃない？ナイス。どっちの選手が上かってことですよ。阪神西勇輝がね、ヤクルト西勇輝になりましたけど、同じようにヤクルト山田哲人が阪神山田哲人になってるんです。そんな2人のマッチアップ、こっちの方が分があったようですね。ヤクルトさん、やっぱりね、一時期トリプルスリーをね、何回も取った男、この男のね、大舞台の強さ舐めてもらっちゃ困るよ。実際大舞台あんのかな。あ、大舞台あるね。うん。大舞台あるのが多少影響してるかもな。いいんじゃない？フォアボールあるんじゃない？ナイスナイス。いい感じよ。あと大山照明に任せよう。我らが男大山と照明に任せるしかねえ。これスクイズでも面白かったけどな。あ、ちょっと浅いな。さすがに。さすがに浅いな。テルアキスクイズ行くか。さすがにな。さすがにちょっとテルアキスクイズ行きます。いけるか、テルアキ。いけるか。うまい、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 うまい。ようやっとる。ようやっとる。やはり低め中心のピッチングになると思いますね。まさしまさかノーノー。まさかまさかまさしまさかのノーノー。ノーノーあるか。ノーノー、この舞台で打ちました。ナイス。しかも球数もちゃんと抑えられてるな。かなりいいよ、まさし。1回ストライク先行変えるか。7回まで来たから、7回まで来たのでかいな。いや、ノーヒットノーランだけど、9回まで行くわけないだろう。何を言ってんだ、実況解説は。初戦投げてんだぞ、まさし。ふざけるなよな。そんな甘かはねえよ。かの昔ね、病をね、落合監督が下げたように、ノーノーの完全じゃだっけな、病をね、下げて岩瀬に交代したように、私だって勝ちに来てるんだから、ノーノーなんか知らねえよ。てか、スタミナがねえわ。そもそも。西川ごめんな。ちょっとここで見せてくれ。ちょっとこのクライマックスシリーズあんま全く使ってなかったけど。そこで打たないと。少ないチャンスものにしないと。ここで打ったらインパクト2倍なんだから。普通にスタメンで打つより。次のバッターチャンスに強いですから。トモヤいいね。え、危ない。レフト早。オスナあんな早いか。おお、オスナ早すぎだろう。あのオスナ改造してるだろう。もうオスナの守備範囲じゃなかったぞ今の。オスナのスピードじゃなかったぞ今。どう見ても。
点を取れましたね。改造オスターだろあれ。1点欲しいですよね。すでにゲームは終盤。オスターにしては動き良すぎないか。レフトじゃないだろそもそも。なあ。レフトじゃないから E とか F で F じゃねえよ。いいだろ。E で走力いいだろ。にしては動き良かったぞ。このオスナ改造してるな。ここで西川か。西川いけるかお前。男見せろ男。いいね。この少ないチャンスものにしたな。ナイスナイス。みんなで掴んだ勝利だこれは。みんなで掴んだ6点だ。山田哲人が打って、西川が打って補強した甲斐があるってもんよ。手を緩めずどんどん攻めたいですね。さあ終盤でこの点差ですが、お願いします。各自良くないね。勝利の前できないよそんなんじゃ。まあ甲子園じゃやらないか。神宮でしかやらないのかな、さすがに。はい大山、じゃあ俺たちが勝利の前するか、代わりに岩崎にしてもらおう。岩崎に勝利の前してもらいます。ちょっと岩崎そういうタイプじゃないかもしれないけど、やらせるわ。行くしかねえよ。0点で行こう。0点で最後まで。ナイス、いいねえ。7-0の時どういう顔するんだろうな選手たちは。さすがにあんまりこう引き締まった顔になるんかな。 7-0 だとちょっと微妙だろう。笑うまではいかないけど緊張感はあるんだろうか。ピッチャーキャッチャーともかく内野手外野手はあるか緊張感。 7-0 で意識高めろよ。 1-0 だったら緊張感やばいだろうけど、まあ逆にリラックスしてね望めるのかな。リラックスして守れるかな。逆にここまで掴んだ7点は最後村上ですか。ここ申告敬遠でもおもろかったな。ここ申告敬遠おもろかったかもな。ミスったな。ここは勝負の世界やって、村上申告敬遠でもよかったな。ヤクルトファンからのブーイング浴びたかったな。次が5球目。行こう。はい。試合終了。ちょろいちょろい。帰れ。神宮に帰れ。まあ初戦落としたけどね。初戦落として一時はどうなることかとね、思ったけど、そこから3連勝して、まあまあさすがに強いわ。うん。よかった、さすがに強いわ。いいチームです。さすがにやっぱ戦力揃ってるからちゃんと強いわ。安心しました。よかったです。まあ初戦はね 1-0 で負けたんですけど、2戦目からね、この4戦目まではしっかり、ね、得点も取って勝ってきてたんで結構いいかなと思います。素晴らしい。クライマックスシリーズが終了しました。セントラルリーグは阪神、パシフィックリーグはソフトバンクが制しました。この2チームがそれぞれのリーグの代表として日本シリーズの決戦に挑みます。はい、右側のね順位表を見てもらったら分かるように、両リーグともね優勝チームということで、まあ相手にとって不足はないかなと思います。この甲子園で、阪神ファンの皆さんに我々の方が強いんだということがね、はっきり分かるような試合をお届けしましょう。いよいよプロ野球の王者を決める戦い、かかってこいよ。福岡、何ソフトバンク、知らないですけど、何どこ福岡、柳田いないやんけ。なんか弱そう、なんかこのホークス弱そうじゃないか。ガルビス中谷、三森上林、まあ、三森上林も別に弱くはないんだけど、ギータこれ怪我してんな。これギータ怪我してる、もしかして。もしくはあれかな、リアルと違ってこれ結構年数進んでるから、ギータ年取りすぎた？ちょっと。
3番ガレビス、4番栗原、5番中谷のなんか微妙さすごいもんな。まあ舐めてかかるわけじゃないけど、ちょっと微妙じゃないか。相手もしっかり褒めて、お互い幸せにね。うまい、うまい。はい、残念。中野うまいな、今のさばき方。中野いいね、いいね。ちょ、照明帰ってこんね、これね、照明。ナイスナイスナイス。センターガレビス、もしかして。あ、センターガレビスか、あれ。ナイスナイス。中野いいよ。しっかり打ったな、これ。たまらんね。お前センターガレビスなんか、お前こんなんもうファイヤーでしょ。ファイヤーファイヤーやん。負けんなこんなチームに。てか、柳田の代わりだろ。てか柳田の代わりに入ってきてるだけだろ。そこまでコンピューター賢くねえもん。センターガレビスイージーじゃないこれ。みんなセンター狙え、センター。基本はセンター返しだしね。フォアボール出す日の線がこれ。フォアボールいっぱい出す日の千賀かな、これ。あ、そうでもない。3球目は何で来るか。いいね、ビシエド。いいじゃない。ごめんね、ちょっと試合になんないかもな。なんかパシフィックリーグでね、なんか2位と10ゲーム差つけて優勝したらしいけど、まだまだ世界は広いんだよ、ホークスさん。でも俺たちは世界と戦うことを目標にしてるから。お宅の孫正義さんと一緒で、俺たちは世界と戦うことを目標にしてるから、補強したんだ、ごめんな。国内じゃないんだ俺たちは。世界でも戦えるチームを作ったんだ。まあヤギフォアボールはあんじゃないかな、この感じないか。さすがに三振か。ヤギや、ヤギヤギ、ちょっと待ってよ。ヤギが打ち始めたらそのもう終わりだよ。ちょっとな、追いつかん追いつかん、このライトセンターじゃ。いいね。中野決めよう。十分十分、中ならセーフ。ナイスナイス。中のタイムリーツーベース。青柳8回無失点、8回1安打無失点かな。素晴らしいです。ヒットはあんま出てないのかなんか生きてたけど、生きてた割にはあれか、ヒットは出てないけどチャンス食ったらしっかり点を取ってたって感じか。ゲレーロいいね。3人9球1三振。ヤギもね、1安打、9奪三振、無失点。素晴らしいね。というところで、今日に関してはね、クライマックスシリーズファイナルステージ、見事ね、最終戦じゃないか。クライマックスファイナルステージ、日本シリーズ進出までね、大津という状況でね、迎えた今日だったんですけど、無事ね、2日をね 7-0 で勝ったことで、クライマックスシリーズ、じゃあ日本シリーズ進出を無事決めて、で、日本シリーズ初戦をね、やったんですけど、これまた 7-0 というところで、ホークスはね、パ・リーグ優勝チームではあるんですけど、まあギータが怪我したりとかでちょっと本来のホークスじゃないっていうのもあってね、というところで、今日は終わろうかなと思います。はい、お疲れ様でした。